どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで全国旅行支援がですね延長が発表されましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、全国旅行支援ね、利用してホテル収容とかもね利用されている方結構いらっしゃると思うんですけども、延長を発表されて年明けもね実施されることが本日ね発表されましたので、来年のねホテル収容とかにもね利用することができるっていう風になりますんで、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、観光庁のねサイトが11月の25日ね更新されまして、こちらね公式サイトなんですけども、今後の感染状況を見極めた上で年明け以降も観光需要喚起策を実施することといたしますということで、またですね今現在やっている全国旅行支援の期間なんですけども、2022年12月下旬とねお知らせしておりましたが、2022年12月27日宿泊分、12月28日チェックアウト分まで実施するっていうのがね発表されました。ということで、今回ですね全国旅行支援、今やっている全国旅行支援はですね12月28日チェックアウト分までね利用することができるっていう風になっておりまして、年明けもですねこの全国旅行支援がですねまたね開始になるっていった形になります。残念ながらですねこの年明け以降も行われるっていうことは発表されたわけなんですけども、これね年明けのいつ開始になるかはちょっとわかんないんですよね。まだね決まってない感じになっておりまして、まあ1月1日から始まるのか1月5日から始まるのか2月の1日なのか、まあここら辺はねちょっとわからないわけなんですけども、一応ね年明け以降もこの全国旅行支援がねまた開始になるって言った形になります。でここからがね変更点っていう風になっておりまして、今現在やっているね全国旅行支援と年明けねまた開始される全国旅行支援の内容はね一部変更になりまして、今現在やっているのが割引率が 40% っていう風になっておりまして、交通付き商品が上限8000円まで、ホテルのみとか日帰りとかはね5000円でね利用することができて、クーポンはね平日であれば3000円、休日であれば1000円がねもらえるのが今やっているね全国旅行支援っていう風になるわけなんですけども、これがですね年明けの全国旅行支援は一部ね変更になりまして、割引率は 20% っていう風になっておりまして、交通付き商品は上限が5000円、またねホテルの宿泊のみもしくは日帰りのみの場合は変更後はね3000円っていった形になります。でクーポンに関しても変更がありまして、平日はね今まで3000円もらえてたわけなんですけども、今後はね年明け以降は2000円になりまして、休日の方はね変更がなく今まで通りね1000円のクーポンがねもらえるっていった形になります。ですので今まではですね割引率が 40% でね利用することができてた全国旅行支援なんですけども、今後はですね 20% っていうね割引率っていう風になりますんで、まあ今までよりかはですね少しねお得度が下がるっていった形になります。まあ 20% にはなりますけども、まあお得に利用できるのはね間違いありませんので、かなりいいですよね。それでは次に、どういった感じでですね割引はね受けられるのかっていう話なんですけども、まずね交通付き商品の場合ですね、交通付き商品の場合は年明け以降はですね上限が5000円っていう風になりますんで、対象支払い金額は2万5000円までっていった形になります。もちろんね、これ以上利用することができるんですけども、2万5000円以上ね、超えていくと、5000円がね、上限っていう風になりますんで、これ以上はね、割引がされないっていった形になります。仮にね、2万5000円の場合だと、こういった形になりまして、支払い額は 20% 割引になりますんで、現金で5000円のね、割引が入りまして、支払い額はですね、2万円っていった形になります。で、クーポンがね、もらえますので、平日であれば2000円のクーポン、休日であれば1000円のクーポンをねもらえるっていった形になります。これが交通付き商品の場合ですね、まあいわゆるツアーみたいな感じになってくると思うんですけども、こういった形になります。で次にね、ホテルのみであったり日帰りの場合ですね、上限は3000円っていった形になりまして、対象支払い金額は1万5000円までっていった形になります。こちらも先ほど同様、これ以上ね利用していただいてもまあ別にいいんですけども、割引額はこれがねマックスっていった形になります。1万5000円、ね、のホテルにね宿泊した場合だと、支払い額はね1万2000円になりまして、現金の割引は3000円っていった形になります。でクーポンはね、平日であれば2000円、
休日であれば1000円といった形になりますんで、年明け以降はですね、割引率が下がるわけなんですけども、こんな感じでね、利用することができるっていった形になります。それでは次にですね、前回ね、実質いくらぐらいで泊まれるかっていうのをね、表を作らせていただきましたので、今回もね、作らせていただいたんですけども、こういった形になっておりまして、一番上ね、見ていただきたいんですけども、5000円のホテルに宿泊した場合ですね、割引率は 20% っていう風になりますんで、支払い額は4000円。で、クーポンが、まあ、平日だったら2000円、休日だったら1000円っていった形になりますんで、まあ、実質2000円、もしくは3000円でね、宿泊することができるっていった形になります。前回ね、やはり 40% っていうね、割引率でしたので、まあ、5000円とかでね、宿泊すれば、実質0円みたいなね、まあ、そういった感じでもね、宿泊することができてたわけなんですけども、まあ、今回ね、割引率 20% ですので、まあ、実質0円みたいなのは、ちょっとね、かなりね、厳しいかなっていうところですかね。で、この赤いラインがね、引いてあるところは、先ほどね、表で解説させていただきました通り、ホテルね、利用だったりね、日帰りの場合は1万5千円までっていう風になりますんで、まあこれはね、あの上限金額が、まあこの赤いラインっていった形になります。ちょっとね、まだわからない部分もありますんで、またね、追加情報ありましたらですね、動画ね、出したいななんていう風に思いますので、ぜひね、チャンネル登録しといていただければなと思います。ということで今回ですね、全国旅行支援が延長ということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、今回ね、年明け、全国旅行支援ね、開始になることはもう発表されたっていう風になりますんで、2023年のね、ホテル修行なんかも、こちらね、予約しておくみたいなこともね、結構いいのではないのかななんていう風に思いますので、ちょこちょこね、ホテルね、チェックしてみていただければなと思います。まあ、ひとまずですね、いつから開始になるかはわからないですし、またね、マリオットボンボイホテルであれば、2023年の多分おそらく2月から3月ぐらいに、まあ、キャンペーンがね、あるかななんていう風に思いますので、まあ、ここら辺でね、予想で予約取っとくのも、まあ、悪くはないかなっていうふうに思いますかね。まあ、いずれにしてもですね、キャンセルできるね、プランで予約はね、しといていただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、早め早めにね、予約していただいて、やはりね、ホテルも直前になればなるほど、またね、この全国旅行支援の日程とか決まったらですね、またね、ホテルの値段ね、上がってくる傾向もね、あるかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、早めにチェックね、していていただければな、と思います。まあ、この全国旅行支援でね、来年、ホテル修行もね、できるかもしれないっていう風になりますんで、ちょっと楽しみになってきましたね。はい。ということで今回ね、速報で動画作らせていただきました。この動画ね、役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。